ということでですね、はい、ただいま、はい、ヨロベースのログヨロベースの、はいはい、前に来ております、はい、今日は特別編ですね、はい、ということで死者ではなく今日は死体験屋敷を、ちょっと私たち2人で、はい、やっていきたいと思います。はい、今日はカモンマテリアではなくて、はい、カモンヨロベースですね、はい、なんですけども、はい、まあ、ただはっきり言います、あのおっさん2人の絵面なんで、はい、何にも面白いものはないと思いますが、どれだけ怖いかだけ、後でお伝えできればいいかなと思ってます。適当に引っ張っていきましょうかその辺はい、はい、ということでございますので、はい、後ほどのレポートをご期待、まあ、期待せんでもいいかまあまあ、お時間あれば見ていっていただければという感じでございます。はい、ではよろしくお願いします。はい、本日の案内人です。よろしくお願いいたします。それでは私に続きましてお進みください。どうぞ。心の準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。では一つ中のフロアまでご案内させていただきます。どうぞ。ではですね、中での注意事項をご説明させていただきたいと思います。ではリタイアできませんが、できてません。はい、はい、終わりました。疲れました。だいぶ怖がってた。めっちゃ焦れましたよ焦れましたよ。はい、その映画の 3D よりも、はいはいはい、4DX よりもすごい、はい、なんかもうなんか怖いの、はい、怖さで拍手ですね。まあ、またね、はい、番組内で語ることもあると思いますけどでももう とりあえず、はい、すごい僕隣でめっちゃこのおっさん怖がってるわいや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 、もうバーンって突然来るからね、びっくりしますよ。やっぱ一瞬の静かさ、はいはいはい、ダメですね。いやいや、でも本当に何ていうんですか、怖すぎると笑うって分かります、うん、でもなんか感動しましたね、この怖さって、うん、なんか感動したって。なるほど。なるそのね、はい、手の叩くホラー映画ってないじゃないですか、はいはい、なるほど。僕はやっぱりその自分に対して終わったっていう喜びと、はい、なんかいろんなんで、おね、これちょっと、まあ、お化け屋敷っていうよりも、うん、アトラクションっていうよりもっていう部分ですね、うん、なるほどなるほど。まあ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 、ちょっとなんか怖さに感動したっていう。さすが、コミュニケーター、ね、そのシネマコミュニケーターですね、はい、コメントがだいぶ違いますね、やっぱりね、はい、ぜひですね、はい、皆さんも、この、二度と体験したくないのを体験しに来ていただければなと、うん、ということで、皆さん、はい、ぜひ、ドライブインお化け屋敷 in ヨロベース、はい、体験してみてください。お願いします。ゆくゆくでございます。ちょっと怖かったから飲みに行きたいんだけど、もう閉まってんねんな、まあ、とりあえず帰りましょうか。ちょっと、ね、水分ね、補給したいなと思います。して入ったのにね。そうね、確かに、ね、なんか500ミリリットルでなくなってしまった、はいはいはい、ということで、はい、ありがとうございました。どうも